はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、今日はですね、12月31日です。2019年の最後の日ですね。まあ、今年はどんな年を過ごしたかと言いますとですね、ズバリ闘病生活でしたね。去年の、ね、年末に退院しまして、この前28日でね、1年が経ったと動画でお話しさせていただきましたけども、免疫抑制剤の飲む量がね、少なくなってきた6月に、職場のお手伝いをしにね、行った途端にですね、肺炎になりまして、2週間入院しました。そこからね、職場のオーナーやね、家族やね、友達みんなからね、いやー、まだ焦って頑張らんでもいいんちゃうのってね、言ってもらえて、今年はね、治療に専念しようと思いました。そのおかげでね、6月からこの半年間はね、その後は他の病気になることなく、穏やかに暮らすことができました。穏やかに暮らしすぎたせいなのかね、体重と血圧が上がってきて、数値は穏やかではなくなってきましたけども、そのね、体重が、血圧がですよ、上がってきてしまったのはね、肺炎が原因で、この免疫抑制剤の分量がね、増えたのも関係してるんです。その退院してからというもの、運動もしてなかったし、その年末からね、去年の年末からね、運動もしてなかったんで、というかできるほどね、体力もなかったので、仕方ないんですけどね。でも、最近はようやくね、元気になってきたので、本当に少しずつですけども、このチャリ活やね、この腕立て伏せっていうのをね、始めることができました。そしてね、食の勉強も初めてですね、食べる順番でしょ？で、食べる量をね、気にしだしたらね、ほんまに少しずつですけども、体重と血圧がね、徐々にこう、ぐーっと下がってきております。体重はマイナス 2.5 キロか。で、血圧は25から30ほどね、下がってきましたね。もう最高血圧ね。僕の今年はね、こんな感じでした。あとはちょっと部屋の掃除をして子供と遊んで、晩ご飯を食べて寝るだけですね、今日はね。毎日そんな感じなんですけども、動画撮って、家のことをね、お手伝い、奥さんのお手伝いをして、子供帰ってきたらご飯食べて、風呂開いて寝るっていう感じです。今日はね、テレビは特番だらけなので、チャンネルをね、CM のたびにこう、ピッピッピッってこうね、変えながら、リモコンで変えながらね、見ていくと思います。年越しの瞬間はきっと寝てると思います。子供がまだ小さいのでね、一緒に布団に入って寝てます。でも子供がね、寝たら、テレビでも見ようかななんて考えてます。ガキツカとか見たいじゃないですか、紅白とかをね。あと僕結構ガキツカ終わった後の面白そうとか好きなんですよね。何やがやる。今回もやるんかな、わからへんですけども。そんなの見ながらカウントダウン TV とかピピピ変えながらね、見ると思います。みんなそうでしょ？大体ね。そうやと思います。携帯で YouTube 見ながら、テレビでね、スイッチングしながらやと思うんで、ね、みんな似たような正月を過ごしましょう。ね、年末年始そうやって過ごしてください、皆さんね。あと風邪ひかんようにね、寒いんでね、冷え込むと思うんで、これからもね。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。このチャンネルがいいと思ってもらったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、コメントとかももらえたら嬉しいです。それでは2019年も本当にお世話になりました。2020年もどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。僕は元気でーす。